NTT ドコモは今日、利用者のスマートフォンにドコモを名乗るショートメッセージサービスが届き、暗証番号を入力することで不正にギフトカードなどが購入されるフィッシング詐欺の被害が発生したと発表しました。被害に遭ったのはおよそ1200人で、被害額は合わせて1億円に上るということです。被害者にはドコモが全額を保証するとしています。